レビの前の皆さん、こんにちは。ダブルフォータイトルホルダーズカップ、ヤンゴネロ対ユーナルバイズユナイテッド、快晴の空の下、エンペラーズスタディアムから実況、金田彦がお送りします。好カードとなったこの試合、そろそろキックオフ。ダブルフォータイトルホルダーズカップ、今スタートしました。左にエンドを取るのは黒と白のユニフォーム、イタリアの名門ヤンゴネロ。監督はサー・イッカルド。フォーメーションは3-5-2。レオナルド・ボヌッチ。最近特別な練習を受けていると聞いています。右から左に攻めるのは水色のユニフォーム、ユーナルバイズユナイテッド。フォーメーションは右足一閃。ゴールラインを割りました。ヤンゴネロ、さあチャンスを迎えました。ナイスディフェンス。抑えてナビス、右から上がっていく、中に折り返す、デルビエロ落ち着いてセーブ。キーパーからボールが出ます。おっとボールを運びます。ポグバ、パーテに送った。キーパー、キーパー、ボールを出します。ナビス、フィールド中央、間を通す、抑えて運んでいった、打ってきた、攻め込んでいく。一旦とベンチから立ち上がって指示を出します。ナイスカバー、パーテに送った、止めて、オーウェン、オーウェン止めて、ドリブリング、繋がりません。これはゴールです。ここで笛が吹かれました。1-0、前半45分が終了です。今後半スタートです。ベガビドリブリング、左に送って、さあヤンコネロ、ホグバー、コーナーキックです。逃げ切りを図ります。何できるぞ。この男からはゴールの匂いがします。ピルロ、高いキッカー精度に注目です。ピルロ、熱いプレーがチームの士気を高めています。キーパーから、さてホグバー、抑えて叩く、抑えて、バウヤー、パテに送った、止めて、左足のシュート、よく見ていました。カー、抑えて上がっていった、テクニカルエリアまで身を乗り出しています。ここは切り抜けます。これは取られてしまった。ベイ、上がっていった、もう後がありません。抑えて、カサッタ、ゴールにつながるか。オーウェン、ナイスディフェンス、止めて、タッチラインを割りました。アラン・スヤラ、この男からはゴールの匂いがします。スローイン、さあヤンコネロ、ここでスルーパス、キーパー、キーパーからボールが出ます。ジャース持ちます、横に出してきました。ここでホイッスルが鳴りました。1-0、イタリアの名門ヤンゴネロ。